人がサブちゃんを撮っている時に TikTok を見るのはやめてもらっていいですか？ごめんなさい。福丸成長記録。ポンスの時は結構細かくやってたなと思って、全然やってないなと思ってちょっと。わー、確かに福丸ちゃん成長記録です。福丸ちゃん、彼はですね、もうこんなにでかいです。はい。いやでももう見てるみんなはサイズ感わかんないから、いきなりバンって感じだろうけどね、うん、生後3ヶ月にまだなってないぐらい、うん、そう、まだ3ヶ月なってないのに、もうあの服のサイズが80とか90ぐらいになります。でかい、でかい、パンパン。あとこの人の特徴なんですけど、このヨギボーのこれにずっといつもめり込んどる。なんかこれだとなんか頭が絶壁になるって聞いたんだけど。あやなんですやってないよ。いやね、もうね、なんかあの次男だからちょっと雑になるよね。若干雑になるね。一番皆さんどう思うやろ。最初はね、あのサブチャンネルだからね、これは。このお方とポンスのちょっと違い、ちっちゃい時のね、うん、うんうんうん、なんだろうと考えた時に、うん、この人の方がよだれがやっぱり多い気がする。うん、確かに、うん、でもスタイってあんまり使った覚えがなかったね。あと手を結構やたら食べる、うん、手食べてます、ずっと、ね、手食べるんだよね。手を食べるのが好きです、ポンス、福丸は。あとポンスは、あれ、ポンスも食べてる？違う。ポンスも食べた今。違う。違う。あとね、福丸はね、うん、手がね、手のね、定位置が、こう。あ、そう。俺気になるんだよね、それ。ほんとに。大丈夫なのかな？なんか結構、こういう風に赤ちゃんってしてるイメージがあるんだけど。そう、赤ちゃんの定位置はここ上で、リラックスする位置は上なんだよね、普通。うん。でも、このお方はやっぱこうなってるというか。そう。こうなんだよね。下に下げるんだよね。拳をずっとこうって食べてる。なんかこれやめさせたいと思わないんだよな。なんか可愛いなって思って、うん、で、結構笑いますね。うん、すごい笑う。ちょっと笑わせてみて。きゃ、出ちゃったの。で、髪の質がすごいです。髪質がおったちまんぼうですね。あのね、あーやなの。で、私なんと母乳をやめました。うわ、やめました。もうね、復帰が早かったので、いろいろ仕事もだし、すごい顔で腸なんか来た。ミルクを飲み終わって、彼の機嫌は治ったようです。パパ、行ってごらん、どうぞ。パパ、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 ママよりパパ、行ってごらん。言ったかないの。うん、次男を笑わせた方が勝ち、選手権バトルということでやってまいりました。私ですね、ポンスが、今回のバトル出場者となります。それでは先行、私から行かせていただきます。よろしいですか。行きます。いないいない、いやかな。あ、はーちゃん、はい、ここのね、ソファーでこういう膝の形をして、こうやって対面するのにハマってます。はーい、今、笑わせ選手権やってるんだけど、やってみて。ぽしゃんぽしゃんぽにゃんぽしゃん、見て、おならの音。ぽしゃんぽしゃん、ぽしゃん、入れる。あのさ、おならの音、
おなら言えてないの可愛いね。おらな、おらな。おなら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 。見てよ、この音。ねえ、意味わからんことしてくるね、兄ちゃんが。ね、どういうやり取りするようになるのかな、この二人。あとなんか成長記録的なのあるかな。私は赤ちゃんのうんちを出すのにハマっちゃう時期があります。ああ、あの、綿棒ホリホリで。あーちゃんはね、趣味ホリだからね。ホリ氏だもんね、あーちゃん。ホリ氏だね。なんか赤ちゃんってさ、自分でさ、こううんちを出すのがさ、難しい時期が来るんだよね。うん。で、苦しそうにうーんってしてる時に、私は大体あのポンスの時もやってたんですけど、ワセリンを綿棒、細い綿棒にやってお尻の穴に吸ってると、もう結界が破かれて、うん、ブワーってこう、ね、来るの。すごいよね。それがもう気持ちよくて。美しいよな。そうね。柴田家に代々伝わるスタイルです。あ、こちらそうです。これ一回ね、友達の出産でお祝いにあげたのよ。うん。そしたらその友達が、この子が生まれた時に綺麗に頑張って取ってあるから、また使ってって言って帰ってきたの。いや、いいですね。これはどうでしょうか。継承されたんだよね。継承されたよね。継承、それさ、スライム危ない、お口に入ったら死んじゃうよ。ね、お兄ちゃんがなんかやってんね、なんかやってんね。なんかやってて、顔がパンパカパンです、うん、パンパカパンでございます、顔が。ポンスの子なだったんだよ。かわいいな。次男に対してはシールを貼ったりしちゃいます、ね、鬼滅のね、シール貼っちゃうんだよね、弟にね。おでこに、おでこにね。喜んでた？喜んでた。喜んでた？喜んでんの？うん。シール貼ってくれて。うん。最近ね、ぷくまるはね、私のインスタライブによく出てくるよ。あー、らしいね。12時ぐらいから、あの、深寝に入るタイミングが来るから、うん、その寝かしつけの時結構ね、長いのね。うん。だから、あと1日終わって、ふぅ、喋りたいなみたいな時、うーくんがいなくて、うん、そういう時にインスタライブをつけると、福丸が起きてたりとか泣いて寝かしつけしたりとかするタイミングが入るから、うん、インスタライブでよく見てるよね、みんなね。 YouTube でやるとね、すぐポンスさんがね大活躍しちゃうからね。福丸さんは最近インスタライブでよく顔出ししてます。インスタライブの申し子なんだね。そう。出てくるんだね、よく。そうなんだよね。どんな子になるんだろうな。どっち？男じゃない？もう。三髄の方。三髄の方の男？うん。男を磨く。磨く。うん。本当？男を磨く。あのさ、お風呂の音だこれ。いや、まあ何回生まれても可愛いもんですわ。これは。これ私が本当にマジ怖いのが、30歳か30前半ぐらいになった時に、うん、やばい、もう一人産みたいみたいなことになりそう。あーちゃんが思うかもね。それは分からないですよ。でもさ、なんかさ、思ったんだけどさ、一人の男性の子孫しか残さないってさ、もったいないね、女って。確かに。もっとさ、いろんな配合をさ、試すべきなんじゃない、うん、って思うけどね。確かに。普通になんか、なんていうの、関係性とかで選、なんか調合、調合っていうのなんか変だけど、うん、あれは確かに調合。この人、山田涼介さんと真剣佑さんの遺伝子になっております。どのようなカスタムで今回あの出産いたしますかみたいな。あれ、山田涼介の顔と真剣佑の歌声でお願いしますみたいな。それはでもね、生物的なあれがあるからね。すごいよね、なんか本当にこの人一人って決めて子供を産むっていう、その、もう美だよな。はい、ちょっと、わやなので切ります。はい、こんな感じでした。じゃあ、バイバーイ。バイバイ、バイバイ、バイバイっていいな、こうやってこうやって、手振って
じゃあね。バイ。